前立寺は、愛知県岡崎市有金町にある日元宗の寺院。三号は、大閤山。本尊は、ホッケマンダラ。九本山は、三ノブ山駆動寺、有志宝園。1467年に日守が安城に、創建したのが始まりである。1497年、安城城主、松平近忠より、電磁三端が寄進される。その後、近忠の日孫。 松平清康が岡崎城に入ると、1532年に本寺も岡崎へ移転した。1543年に松平広忠より寺内と田丹を安城の返地として寄進されている。1590年、徳川家康が江戸に移ると四世一区はこれに、従い、江戸浅草に前立寺を建てた。1601年、 稲中寺国印上で六名村で十国を寄進された。1647年、藩主、水野忠義の城下改造策により総堀内から現在の地に移転させられた。そして1648年には徳川家光から朱印地十国が与えられている。伝承によれば、家康が大塚川で川刈りをする際には、本寺で昼食を取ったという。 2017年10月31日、岡崎市景観重要建造物に指定された。以下の物件が国の登録有形文化財に登録されている。日蓮宗は1941年に本末を解体したため、現在では旧本山、旧末寺と呼び習わしている。ありがとうございます。